お疲れちゃん、スラッです。今日はですね、なんとね、マイティが、新型マイティが、緊急バランス調整でね、強化されましたということで、こちらマイティウォールブレイカー使っていきたいと思います。で、まあ何が変わったと言いますと、マイティのスキルですね、2コスから1コスになったんで、まあシンプルに使いやすくなったよねっていうのと、またノックバック耐性がつきましたね。なんかスケギンみたいな感じで、スケギンも最初はボーラーとか、まあ、雪玉とかでノックバックしてたんですけど、まあ、それと同じなんですけどね。ノックバックしてるのがしなくなりました。まあ、なんで、ウッドではノックバックするものの、まあ、雪玉とかボーラーとかではノックバックしないよねっていうので、さあ、マイティなやっていきましょう。さあ、ということでやっていくんですけど、まあ、特別、圧着位ぐらい強いじゃんとまではね、ぶっちゃけいかないっすね。まあ、強化されたとはいえ、まあ、所詮マイティかなっちゅう。まあなんか今のゴルナイとかスケキンぐらい、まあ使われてもおかしくはなさそうっちゃなさそうだけど、そこにもギリ及ばないかなぐらいの感じかな。なんか別に弱いわけでもないんですけど、なんかその、なんていうんだ、やっぱスケキンとかゴルナイと比べるとそこまでは強くないっていう感じっすね。僕が今使ってる感じはね。なんかね、防衛では強いんですけど、結局攻めがね、刺さらんのよ。まあこのデッキだとなのかもしれないんですけど、まあやっぱ使い方次第になってくるのもあるかもしれないですけど、やっぱスケキンとかも最初は全然使われなくて、まあ、じわじわ増えてきたっていう感じなんで、まあそれと多分似てると思うんですけど、別にめちゃくちゃ強くはないっすね、本当に。なんか難しいとこで、今回、てか、エリポン三子とかなのかな？なんかそんな感じっすよね。さあ、1コスなんで、まあ、気持ち掘って、爆破与えながらね。よいしょ。で、まあ、テスラ置いとくか、これ。で、エリババ、まあ、三子。エリポンがね、あると思うんですよね。だから、エリポンがね、僕は嫌かな。それまではもう、なんか、ゆっくりのんびり、まったりしとけば、いいんじゃねっちゅうので、さあ、多分マイティはね、ほんと基本的に攻めではね活躍できないですね。届かない。そう、ノックバック体勢ついたとはいえややスケキンとかよりも弱いんじゃねっていうイメージがあるですね。おー、さあ、ここはさすがに5打って、コウモリがたまたま刺されば三子が全部いった。でかいですね。さあ、マイティ、これは基本的にバルキリーとかの枠をねマイティにしたっていうデッキですね。さあ、テスラ置いて、まあどうやって削っていこうかな。エリポン相手が全然置いてこないですね、今回の相手。さあ、まあファイバー打ちながら、あれ、ちょっと待って、掘れなかったな。竹がちょっとだけ危ないよ。さあ、ここは神ウッドで耐えたい。やばい、待って、やばい、ああ痛い。さあ、ゴルナイが危ないですね。しっかりこうドリルで削ってもらって、まあまた真ん中三子から来るのかな。これ三子来たらさ、どうしようこれ。掘ってもあんま意味がねえよなっちゅう。あ、今回相手もしかしたらあれっすね、入ってないんだ。その、なんて言うんですか、エリポンが多分。入ってないなんてことがあんのかな。ミラーある三重子で、エリポン入ってないはね、結構なさそうなんですけど。入ってなさそう。で、ここはタルババミラーとかじゃないと。おー来たっすね。タルババミラー。そう、じゃないと、多分止まんないんですよね。今の間にちょっとディガー飛ばしてあげて、削っていきたいな。で、低めコウモリ最強なんでね、これ。で、陸受けはウォールブレイカーで攻めながらカバーしていこう。で、コウモリが一生飛んでる。さあ、ディガー？マイティー！君掘りたいね。掘りたいけど、掘る余裕がねえな。掘る必要があるのか、これ。一応掘ります。掘ると、何がいいかって、爆弾落とす。いやー、なんか微妙だな。これ俺の使い方の問題なのかな。なんか結構パッとせんすよね、ぶっちゃけ。さあ、オールブレイカーが入る。で、テスラ置いとけば、まあゴルナイはなんとかなりそう。
いやまあマジでわかんない。一旦掘ります。掘って、いやめっちゃ受けね、めっちゃ受けなのかどうなんだろう。際どい気もするけどマジでさ、いやこれやばいんで、ファイブボーイちょっとね、もう散らかりすぎて見えないよね盤面が。さあコウモリ10体パーティーでファイブ打って、わすげえ、なんかコウモリ何匹いんのっちゅうね。いや多分エリポあるけど相手が置かなかったんじゃないかなと思いますね。スナイス。いやマイティどうなんだろう、俺のこの掘り加減が下手なのか、それとももうマイティの限界がこれなのかちゅうとこなんですけど、多分マイティの限界です。いや1コスで掘れるのは、単純にやっぱコウモリの処理とか、まあ、ジャイガゴとか、まあ、ゴレダックネンとか来た時に、まあ、潜れるだけね得だよねっちゅう話なんですけど、まあこういうのも潜って、まあ、1コスなんでね、これが前までこれ2コスって考えたらお前どんだけ良かったんやって話になる。やばい、これ待って、テスラ行かれるのはやばい。これあのマイティがね実はぶっ刺さってます今。これ5打ってあげて、このダークでも早く溶けろ。よいしょ。さあ気づけば、まあ、相手のなんかプレイがすごいもうガン無視スタイルだったんで、ディガーマイティで落ちたんですけど、まあ、基本こんな落ちることはないですね。でこういう相手はねザップバカ早いです。パーン、ザップ読みウォールブレイカー。さあ来なかったんですけども、まあええやろっちゅう。でコウモリ適当に処理してあげて、よいしょー。おい、まあ相手が今回ゴレなんで、まあインドロイだけどね、ゴレとかにはまあマイティは優秀ではある。溶かしてゴレ溶かしたところで爆弾置いて逃げればいいんで、でもそれ以外になった時にね、なんぞやこいつって、バルキリーでいいんやねえかっちゅう話なんだね。際どい。なんなら修正されたけどあまり変化がわからない俺はね、あんまわかんねえなガチで。さあこれダクネもうめんどいんでね、5ウッドでしばきます。でこのねダクネの、あやばい、これさダクネねミスってるんですよ僕処理。そういうところもこれで全部カバーできる。さよならしてあげてね、これは強い。さあでちょっとだけやばい、ちょっとだけね。まあこれもでも全部いい感じにウッドでしばけそうな。よいしょ。さあなんならこれおしゃれにいきましょう。マイティディガーの爆破とファイボのノックバックでいきます。これのノックバックからの、やばい、なんか変なことしようとしてる。よい、まあ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 冷静にウォールブレイカーで攻めていく。いやこれもね、ウォールブレイカーの使い方マジで強いんで、そのウォールブレイカー使いの方は絶対こう知っといた方がいいですね。さあなんかライトニング来た、まあここはもうぶっぱで、まあグッドゲームじゃないでしょうか。まあなんか今みたいな、やっぱりほんとダックネとか後衛系にはね、爆弾が強い。いやだから対大型にはすごい優秀に見えますけどね、ゴレ、ロイ、ジャイ、ジャイ、まあダックネとかガゴとか後衛いる系にはすごい優秀な気がするんですけど、攻めだいまいち。まあガチで防衛特化なカードな気がしてます。ノックバックからなんか強いと思いますね個人的には、防衛の爆破に。よいしょ。さあテスラ置いてウッドでしばきながら、さあロイホグはねこれもしかしたらクエイクですけども、クエイク今回ね緊急下方修正入ったので、まあ、クエイクとね同時タイミングでマイティが強化されたよっていうことで、まあ、クエイクがもうぶっ壊れだったんだね。間違いなくもうほんとクエイクミラーしとくだけの環境だったんで、おーおもろいやんそれは。俺のセリフなんだけどねその夫は。さあデリバリー降ってくる後のオールブレイカー、さあここね今相手に6コスト使わせてました今ので、でかい。どうしようかなこれ、まあ、ウッドだけしとくか。でロイホグはもうテスラ置いとけば、なんなら固めてきたらファイブでもいいかなっちゅうので、端前やりでテスラと、まあもう1枚ぐらい添えとけばいいかな。
で、おしゃれにファイスピ読みディガーとかも、まあ、ゼロではないけど、一回冷静に行きますね。いや、マイティーな、多分ね、こういうロイフォクとかには、マジで、いる意味ないぐらいの弱いと思います。いや、ファイスピ、取れなかったのちょっと痛いですね。さあ、圧着行きた。あ、で、圧着位には、ちょっとだけ強いかな。どうだろう。まあでもこれ、5ウッドでさすがにいいな、これは。消える？おい。さあ、さよならして。おっと？俺別に何もしてないんだけどな。なんかあいつさっきから、自分でなんかやっておっと言ってんな。さあ、一旦マイティ出しますか。強化されたんでね。君、頼むよ、本当に。まあ、使い方次第とか、デッキ次第では、もうちょっと活躍できる場面も増えそうな気がするんですけども、僕のマイティには限界があります。さあ、結構コスト使ってくれんの。これ、うざいよ、絶対。マジで。え？終わるくない？それ。おい、さあ、コストどんどん使わせる。で、ディガーと、コウモリ。なんか、攻め得だな。で、ケツからマイティ出して。いや、もうこれ、ケツからマイティ出すならゴルナイでよくねっちゅう話なんですよね。まあ、でも、結局ね、マイティだからっていうのがあると信じて、戦います。マイティだからね、マイティだからいいんだよっちゅう、その意見をね、待ってます。マイティの良さ欲しい。来た！マイティ、頑張れ！圧着に爆破、ってか、なんだここで、うんこ。落としたら、タワーに、いや、届かないんだな。タワーに届いてくれればね、結構熱いんですけど。さあ、まあ、ロイホグは耐えれそう。圧着位も耐える。スキル使う。いや、マイティ、弱くね俺が悪いのかな。いや、これも相手、コストがね。いや、めっちゃいい、でも。さあ。ディガー圏内。いやー、これ拾われるけど、みたいなね。おい。マイティどうですか、皆さん。渋い。まあ、悪いわけではないですけどね。単体で見たときに、結局、大型溶かして、公園もバカで持ってけるっていうので、別に悪くはなさそうっすね。だから、デッキ次第かな。多分、このウォールブレーカーには多分合わないんだと思うな。なんか、人気とか、後ろからユニット貯めていく系のデッキではちょっと強そう。っていう気がするな。あとはなんだろうな。ゴレとかに入れる？ワンチャン？なんかスケキンもね、後々こうじわじわ来たタイプだから、それと同じ感じだと思うんですよね。そう。テスラに頑張ってもらいたいな。さあ、まあさすがにウッドで、スケキンスケラのトルネっていうのが結構珍しくて、トルネだとフリーズの可能性が高いですね。で、ボーラーとかいるみたいなスケベもあったんで。そうっすね。間違いなしと。これディガーからのオールブレイカーかな。トルネ使ってて、守りにくい。ボーラーアイスウィズとか。入るよ、これ。どん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 。お、一発。ボーラーとかにはね、すごい強そう。ノックバックしなくなったんでね。さあ、これマイティで竹取っていいね。やりゴブがねスケラにちょっとだけ強いと。で、ここでおしゃれに行こう。男はおしゃれに行こう。潜れ、安い、フェイクで、このマイティに相手コスト使わなきゃぶっ刺さり事件で、コスト使ったからもうオールブレイクはセパして真ん中なんか来んのか。いや、いい。おー、まあ、相手がね、こういう単体系ユニットしかいないとかだったら、さすがにちょっと強いけど、限定されるな。よいしょ。さ、槍でプレッシャーかける。もう、暇すぎて、端前マイティいっちゃう。あれ、さて、怪しい？潜る。ベイビードラがね、怖い怖い怖い。痛い痛い痛い、ちょっと怖い。フリーズが来てる。なんで？さあ、オールブレイカー行ってもらって。やばい、待って。
かコメントないかコメントないよ。いやこれは美味しいですね。ね、こういうことよね。でここでこうで、いや削るね。いやでもうまい、うまいな、うまいな、うまい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 、頑張ってる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 、マジで頑張ってる。今の見ました？2体ぐらい相手の盾を溶かしてたな。まあ、頑張っているよね。うん、ギリ。さあテスラ置く。まあ、だからボーラーとかのタンク系には強いよねっちゅう、何回も言ってるけど、いやこういうのだから美味しいよね。でウッドまでセットで、いや入るんじゃね。でボーラーある程度削ってもらって穴掘って、いいやんいいやんいいやん。そうそうそう。でこのタイミングで俺も攻めていかなきゃ。渋めね、フリーズ来る。どっちをね、相手がこっちパッキンしてきそうだな。ウッドしてそんな余裕はないと。テスラ真ん中置いて、いやテスラ結局強いな。574と750ですね。まあボーラーにだけなんか強いな、異常に。それ以外でも何とも言えない。しっかりウッドまでしていくよ。で掘って後ろからスケラ警戒しながら、このタイミングでオールブレイカー行ってあげると、あの相手はもう何かが死にます。はい、マイティでした。正解はマイティがぶっ刺さって、おはようボケんない。おい、うん、いや今回は良かったね。いや今回でも本当に結構冗談抜きで悪くはなかったけど、パッとはしない。まあ多分ね、俺らのもう脳がバグってんだよね。あの今までのチャンピオンもゴルナイのあのぶっ壊れの時期とか、あとは今のアチャクイの壊れだったり、もう壊れをこう見てきたから、もう壊れてないとね弱いっていう感じになっちゃうんだよね。そうだからこれが多分普通ぐらいなんですよね。別にマイティ特別強いわけでもないし、まあ特別弱いわけでもないかなっちゅうラインだと思うんですけど、もう脳がバグりすぎてて弱いっていう風に捉えちゃうんですよね。そう、多分ね弱くはない、いやでも強くはないな。もしかして弱いよりか。お前使うなら俺ゴルナイ使うもんだって。ぶっちゃけあんま言いたくないけどさ、いやマジでぶっちゃけゴルナイ使うよな。さあバルーンか。いやーキングギドやめてほしいな。いやめっちゃいいウッド。え、今のウッドでウォールブレーカー2発入って相手のユニットなんかどっか消えた。さあ神ウッドですね。まあなんかウォールブレイカー飛ばした時にね、たまたま転がしたらいい感じになったっていう、ただそれだけ。おお。だからトリトンいんのか、珍しいね。エレジェ行こう。これどうやって守るんだい君。おお、守らない。なるほどね。天才や。何も来ない。天才や。で暇なんで。マイティ潜らして逆サイ高飛びでボーラーに釣られて無駄になる。あはーですよね。これはねもう僕が下手なんですよ。潜っちゃいたくなるっすね、1コスだと。うん、いやーでもこの火力はね素敵。あれでもそう考えると普通に悪くないな。いやーちょっとねギリ耐えて、てか待って、マイティあれめっちゃ頑張ってるこいつ。もしかしてお前もしかしたら頑張れるやつか。ほら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 、こいつ潜んない方が強いわ。待って待って待って、ガチ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 、皆さん聞いて、マイティ潜んない方が強いっす新しいパターン来た。いやこれで潜んなかったらもうボーラーをね仕留められるんですよ。あれほらほら、え強くね、ガチで。うわうわマジか、俺天才だ。ガチでみんな聞いて、天才現る。マイティ潜んない方が強いっすそんなことある、スキル使わない方が強いなんてことあんだ。
フリーズとかじゃないのかなこれ。これだってインドラ来ても潜ってどっか行けばノックバックで耐えられるんですよこれ。でノックバックで耐えてからのターゲットを変えていく。え、皆さん気づいた？マイティ潜らないでください。いや潜らないでください、嘘。いやけど単体系にはマジで潜んない方が強いわこれね。結構大事かもしんないっすわ。マイティにもよるかもしんないっすけどね。まあということでね、マイティ触ってみたんですけど、普通です。はい、普通かな。まあもしかしたらちょい強になれるぐらいのポテンシャルはあるかなって感じで、ぶっ壊れではないですね。まあ多分今後多少は増えると思うんで、またマイティのデッキだったり、まあ皆さんもこのデッキね、ぜひ使ってみてください。よければチャンネル高評価お願いしますと。お疲れ様でした。